来神社は、千葉県朝日市三広にある神社。旧社格は豪社。天の保避の命を主催神とし、分け行かずち命を廃止する。慶光天皇が、伊勢国の信野で放御した三古日本穂高を追慕して、東国巡行をしたおり、椿の海の東端に一社を造営東海の鎮護としたことが、当社の始まりとされ。 その高架会場国像に任じられた久し時家が、自らの祖神である、天の保避の命を奉仕したものと伝えられている。延暦12年には、鴨分け一日の神社より、分け一日命を勘定して廃止し、関武天皇より、雷大臣の称号を賜ったと言われている。現在の社殿は明治43年に完成したもので、ある。経代社としては、 今日は四年創建の津島大臣、文政十一年の田の上所神、安政二年の天皇宮、安永四年の石尊大権元、文化二年の金ラ神、天保十五年の放送神、昭和五十二年の天馬宮、平成十九年遺設の稲荷神社がある。東大社、豊玉姫神社と共に二十年目ごとにも用す、式年新交際で、三越の露払いとして回れる。 倉橋の弥勒三番荘は、鹿島踊りの一形態ともされ一列になって、進みながら舞う形態が希少であることから、千葉県の無形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。